柿の木が、ここらはでかいですね。岩山とかいうらしいです。月の山とかいう。柿好きは岩山に限ると言いますよね。見てください。アインシュタインも、もし物理学者も言うんだけど、同時になってますよね。青いのも完熟のも、これを言うんかな。欲しいものはすでにもう手に入っていると言いますよね。だからこのこと言うのよね。すごい。いや、The Secret 読んでからですね、物事がくっきりはっきり分かるようになりました。感動ですね。いやー、よかったわ。やっぱ知識を得るとお金持ちになりますね。きれい、熟してないのと完熟と、時間の経過ですよね。これがすげえ、すごい。欲しいものを手に入れてる、すでに私もいるっていうことですね。すごい。